今回もコツレンズツッとトン X1 でスタツオンでかけよタチです。はい、ということでトン X1 を持ってですけども、今回入れてきたのはですね、読み方がよくわからないので出しておきます。こちらです。ズドン。はい、これを入れてきました。なんかこれね、聞いたことはないし聞いたこともないんですけども、見たことはありますね。なんかこう丸い英語がこう丸字の英語がビューンってなってくるのはちょっと大きいやつね。これを入れてきましたので、これでやっていきたいと思います。でアンプは800、ね、で事前にまた説明しておきましょうね。この設定がですね、ボリュームはマックスです。で原因はですね、今向いてるところなんで、これだから10時半ぐらい、になってます。でエコライザーはみんな12時、いつもの通りでございます。行きましょう。じゃあまず800のみから行きます。行きます。
いかがだったでしょうか、読めないやつ読めないやつがちょっと自信ないんでねやめときます。うん、まあ書いてあるんでね、個々に読んでいただければと思いますが、うん、なんだろう、今までやった中では実機は知らないので、実機のことはもうあれこれどうこうね言うつもりはっていうかね、言うつもりもないし、言えることではないので、実機のことではないんですが、ここに入ってる投影さん入ってるこのものに関しては、私の好みではない。はっきり言って好きじゃない。まあだから、ね、試しの時間が短いでしょ。あんまりね、好きな音ではないかな。ただ、ちょっと実況だから知りたいよね。こうなってくると逆に。うん、逆にこう、マジかって、別に悪い音ではないと思うんですよ。まあ好きな人いると思うんでね、別に私の好みでないっていうだけなんで、好みでない分なんか逆にこう本当にこの音なのかなっていうのはちょっと気になっちゃいます。まあでもこの音こんな感じなんだろうね。まあ今までの傾向からいくと、まあでも物によってはね全然違うものになってる場合もあるだろうし、まあそのキャプチャーした時のね、設定、にもつまみの位置にもよると思いますので、まあ一概に言えないんでね、なんとも言えないけど、まあとにかく好みの音ではなかったですけども、まあでもね、使ったことないのをとにかく、ね、使っていろいろ試してね遊んでいくのがこのトーン X1 を持ってスタジオに出かけようのも醍醐味ですから。ありがとうということで終わりましょうか、ね、また違うのねぶち込んでやっていきたいと思います。はい、ということで今回も長時間のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録並びに高評価、はい、よろしくお願いいたします。終わりましょう。おしまい。バイバーイ。